パソコンを買い替えたことによってなんかちょっとずつ動画の中身が変わってるかもしれませんが、そこのとこご了承ください。さあ行きましょう、どうぞ。皆さんどうもこんにちは、フルサクチャンネルのサクシュでございます。今回はですね、ホットトイズの待ちに待ったこちらがやってきましたので開けていこうと思います。今回はこちら、ホットトイズムービーマスターピースの556番ハーレークイーンのコーテーションテープバージョンになります。まあ、大体3万4000円ぐらいしましたかね。こちらはハーレークイーンの単独映画から、フィギュア化、ホットトイズ化になっておりまして、2バージョン大体発売されているんですが、僕はこのコーテーションテープバージョンを選びました。もう1個はゴールドサラペットバージョンって言ってね、かなり悩んだんですが、今回はこちらを購入させていただきました。ということで、見てください、この超ポップなパッケージ。まあ、間違いなく男の僕の部屋にはこれ1個だけです。超目立つんだよね。バーストオブプレイのね、映画のフィギュアなんですけれども、この映画、開封するにあたってもう一回見直しました。思ったより面白かった。映画館で見た時よりね、2回目の方が面白かったです。なのでね、正直ね、高かったから、来た時にうわ今かと思ったんだけど、やっぱ映画を見るとねフィギュア系の楽しくなるから、僕は絶対にフィギュア系の前に映画を見ています。皆さんどうぞフィギュアを開ける前にその映画を見る、必ず見るっていうのを徹底するとフィギュアの開封がさらに楽しくなります。でもね、今回僕ちょっとせっかく映画を見たすぐ後に開けているのにもかかわらず、ちょっとパーツを付け替えられなかったり忘れちゃったりする部分があります。ちょっと申し訳ないですね。後から気づいてがっかりしましたが、もうそこはちょっと勘弁してください。パソコンのデータ移行とフィギュア開封ともう一回再撮は無理だから。さあそんなこんなで開けていきます、今回のフィギュアでございます。ということで、まあ、まずねパッとパッケージのことをお伝えしたんですが、これね買った理由がもう一個ありまして、ここ最近のホットトイズね、ちょっとこう付属品が減少傾向にあるんですが、全体的にね。でもこのハーレークイーンめちゃくちゃ付属品豊富でございます。その分若干高いんだけどね、まあでもその値段を考えてもいいフィギュアなんじゃないかなと思ってね買っちゃいました。ということで、このブリスターがねやっぱかさばるし邪魔なんだけど捨てらんないよね。フィギュアとブリスターって切っても切れないんでね、そのブリスターを開封していこうと思います。この瞬間がフィギュアを開ける中で1、2を争う最高の瞬間ですよね。僕はあともう一個顔を見る瞬間っていうのがあるんですが、いやーこれはテンション上がる付属品の数とカラフルさですね。今回のハーレクイーンかなりカラフルな出来合いになっております。もう一個のゴールドサラペットバージョンはねもっと分かりやすくねハーレーなんだけど、こいつはいろんな衣装に切り替えられるって感じで、顔がね見てください、これめっちゃいいでしょと思ったんですけど、すごいいろいろと綿がついてんだよね。見てください、今回結構マーゴットロビーに似てると思いませんか。ゴールドサラペットバージョンの顔もそっくりだと思うんだけど、僕ねこっちの方が好みなんです。口を開けたねヘッドってあんま好きじゃないんだけど、こっちの顔の方が好みでした。なのでこっちを購入しました。結構こっちを買った理由がありました。さあそんな感じでまず付属品を見ていきましょうか。これね、劇中で2回ぐらい登場したのかな、悲劇的な別れをした、チーズサンドちゃんでございますが、名前なんだっけ、チーズハムサンドだっけ、まあ、しっかりとした名前忘れちゃったんですけども、見てくださいよこの塗り分け、このアルミホイルをさ塗装で再現してんの狂ってるよね。でももうアルミホイルにしか見えないじゃん。すごいですよね相変わらずホットトイズは。最近ちょっと値段上がってきてますが、こんだけ付属品がついてくると買っても嬉しいな、楽しいなって思います。でこれは首につけてるやつかな、ブレスレットみたいなものになります。これはね軽いバージョン、ちっちゃいバージョンって言えばいいのかな。でもう一個重たいこのブルースって書いてあるやつがありまして、これはあのね飼ってるハイエナと同じ名前なんですけれども、飼ってるハイエナがブルースって言って、あのバットマンのブルースウィンと同じ名前なんですね。なんかどうやらそこから取ってるらしいんですが、それの首輪がついています。これに別にハーレがつけるやつですね。こんな感じで結構細かく鍵マークとかいろいろとマーク鍵のねこう形を模したものとかがついています。さあそして武器がいろいろついておりますね。まずはこのハーレークイーンといえばね、まあスーサイドスクワットの時とか特に印象的でしたバットですね。今回はね倉庫の中で偶然見つけた金属バットをね使ってバッコバコ敵をなぎ倒していきます。特にこのハーレークイーンのねバースオブプレイではめちゃくちゃ膝狙うんですね、必要にめちゃくちゃ膝が折れまくります。このバットで、このバット以外でも、まあそういうね重要なバットなんですけど、まあ物としてはとってもシンプルですね。さあ続きましてはこちらの武器、これ何なんだこれは。なんかねショットガンなんだけど殺傷能力はどうやらないらしいっていうショットガンです。殺してはない、警察署に嫁るときに使うショットガンなんで、なんかね一応殺されるようにしてるのかな、そういうなんか倫理観みたいなのはあるのかね。バンバンと書いてありますけども、結構ねやっぱ派手で可愛いんですよね。あれ殺した数かな、物騒だな、可愛くねえなこんな感じでハーレのなんかロゴみたいなのも入ってます。
や結構基本的にねやっぱハーレーの映画可愛く強い女の人の映画ですので、こういう付属品とかね使ってる武器とかもめちゃくちゃこうかっこよく可愛くできております。この武器は珍しく殺傷能力が低めの武器ですね。うん、ほんと珍しくで結構出来栄えも可愛い感じに仕上がっておりまして、これもやっぱり塗り分けがしっかりこうツヤのある部分とそうじゃない部分っていう塗り分けがされています。でこれですよ、これをね付け忘れちゃったのよ写真撮るときに。これねベルトです。あの今の警察署に嫁るときだけ使っていたベルトで、これ普通もう一個のゴー何でしたっけ、コーテーションテープだっけ、あのテープの状態では付けないんです。でこれはそのショットガンで使っていた弾ですね。なんか中がすごいカラフルで、ここがね合皮なのがちょっと残念なんですけれども、これ合皮だよね多分、うん、合皮ですね。劣化するんで残念なんですが、この弾でもって警察官にボッコボコボッコボコ当てていくと、これが爆発するんですね。しかもド派手に、まあザ・ハーレークイーンみたいな武器なんですよ。カラフルな弾丸ですね。こちらもたくさんついておりますし、しっかりこれも塗り分けされています。まあ相変わらず一個一個のパーツの出来栄えはもう突っ込みどころないですよね、基本的にホットトイズっていうのは。もう完璧なんだよね。よくこう非正規とか開けてる身からすると、この付属品が完璧ってすごいことなんだなって思いますよね。でこんな感じで下の部分は結構シルバーチックな玉が多い印象でございます。でなんか上の部分はこう口紅みたいなデザインしてますね。まあ基本的に可愛いんですよ。でこちら、ハーレークイーンと書かれている T シャツが付属しています。これも劇中で着ているやつですね。まあペラペラの布きれいです。うん、ペラペラのぬろっきれ、言い方悪いとそんな感じ。劇中だと若干やっぱほらね、もっと大きいから、これ6分の1サイズなんでペラペラですが、もっと大きいから重みでもって自分で沈んでくれてる、重力に負けてくれてるんだけど、これはそういうことはないので、ちょっとチャチクは見えるかなとは思いましたね。でこれがその警察署襲撃の際の衣装の靴になるんですが、後でも紹介するんですが、僕のこの靴絶対につけられなくて、皆さんどうでしたか？僕はね無理でした。もうつけられなかった、スト体に。だから諦めました。これね僕使えない個体です。もう何にもできない。こんな感じで足の裏にはホットトイズのライセンスが入っています。もうね履かせらんないからね、今のところいらないパーツとなっています。マジで無理です、本当に無理。ドライヤーで温めても無理だし、もう諦めましたが、まあ出来自体はいいよね。うん、ただ刺さんないの絶対、もう 100% もう超頑張った、壊れるぐらい頑張ったから。で今回手首パーツなんですが、いつもはすっ飛ばしがちなんですよ。ただねやっぱしっかりとハーレクイーンの指輪とかも再現されているので、ちょっとしっかり見ていこうと思います。見てください、ネイルとかもしっかり再現。キモいよねもはや。このマクロレンズでこんだけ寄っても、ちゃんと人間の手でこうなんていうんだろう、質感みたいなものがちゃんとこう、それこそ塗り分けもされていますし、素材はね分けられてないんですけれども、こんな感じでちょっとした彫りもありますし、ネイルもあるっていう、でネイルのツヤもあるっていうね。いやーとんでもないですよ本当。これ6分の1サイズですからね、人間の6分の1のサイズでこの出来栄えですよ。狂ってますね、まあ、ただし値段も結構狂ってるんですけどね。でこんな感じで、まあ素手っていうのかな、何もつけてない手のひらのパーツが、5個入っております。で3つは警察署襲撃の際につけている手袋、グローブみたいなものをつけているデザインになっています。これね初めて映画見た時は気づかなかったんだけど、手のひらになってるんですね。手のひらのデザインが施されたグローブをつけています。こんな可愛いとは思いませんでした。今年のねアカデミー賞でね、ディズニーのクルエラが衣装のね、賞を取りましたけど、結構僕このハーレクイーンもね全体的にやっぱおしゃれだなと、ユアン・マクレガーとも超かっこいいしね、おしゃれだなと思ってるんですよ。でやっぱ気づかなかったけど、こういうねグローブとかも手の模様とかが入っていて、こんなにおしゃれなんだっていうのをね、フィギュアでこうまた実感するっていうね、そういう意味でもやっぱこの劇中で細かく見えなかったところもフィギュアで再現してくれれば、ここまで忠実に再現してくれれば見ることができるっていうのが、またこのホットトイズのいいところの一つですよね。さあでこれがなんて言うんだろうね、あの腕に巻いてました手を、うん、これも警察署襲撃の際の衣装につける道具、なんて言うんだろうねこれマジで、アームカバーって言えばいいのになります。これもめちゃくちゃ可愛いし印象的だったんでね、まあないのは嫌だけど、まあ、付け替えるためには必須、着替えさせるためには必須のパーツで、こちらも必須のパーツ、肌に色移りしないようにするカバーがついていました。これはマジでフィギュア用って感じ、劇中より。でこれなんすか、これは何ですか、教えてください。でいつもの差し替え手首パーツも入っています。さあ全部紹介したので、最後に台座を紹介していきます。こんな感じ、バースオブプレイってめちゃくちゃ派手に書いてます。マジで派手なんですよ。ホットトイズのハーレクイーン関係のアイテムって全部派手で、今回も例にたがわず、形自体はベーシックなんですが、まあ塗装が派手派手かな。で女の人にこう横から支える
ピンになってましたね。基本的に股下から支えるタイプなんだけど、これねお腹の部分で横で支えられる、なんかこうちょっとドールとかによく見られるのかなタイプになってます。いや派手派手だね、これは派手派手ですよ。さあそしていつも思うけど別にいらない、これ何、プレート、板、なんていうんだろう、台座、背景がついてますね。これ毎回いらないんで今回いよいよ開けませんでした。いつもレビューのために開けてるんですけど今回もう開けない。でショットガンですが細かいことに気づきまして、なんと稼働します。ほいでもってここにある弾、弾丸ですね、リロードできます。細けー、本当にリロードしまったらもう何にも分かんないんですけどねっていうギミックを見つけました。というか説明書に書いてありました。すごいですね本当に。まあね本当そのまま6分の1サイズにしたっていう感じです。さあ続きまして待望の本体を見ていきましょう。もう10分も経ったんだ、長めの動画ですね、申し訳ない。さあまずたくさんのこう色移り防止のねビニールを剥がしていきまして、マジで本当に大変だった。これだけでも5分ぐらいかかったんじゃねえかな、もっとかな、うん大変でしたね、全部のビニールを取っていきまして、ダメなところはハサミで切りまして、こんな感じで全部色移り防止を取っていきます。本当に大変な作業でした。基本的にここまでじゃないからね、色移り防止のビニールって。できっと全部取り終わったでしょうというところで本体を見ていきます。さあまず顔を再び見ていきましょうか。どうですか、遠くから見ても近くから見ても割とマーゴットロビー感出てるのかなと思います。まあちょっと口やっぱ開けてるフェイスっていうのは癖ありますけどね、まあ塗装は言わずもがな完璧です。こう長いまつげの部分とかも再現されていますね。こんな感じどうでしょうか、めちゃくちゃよくできてますね本当に。本当写真みたいだよね。で髪の毛はもちろんまあ造形スカルプトなのでベタベタではありますけども、植毛とかじゃないっていう意味ね、なのででもしっかりこう質感とかうまいところで再現されてるんじゃないかなと思いました。あと塗りとか色の質感とかね、いい感じじゃないかなと思います。でまあ女の人のフィギュアですのであんまり動かないんですよね今回の。あと肌も結構露出してますし、でこういうビニールのこと超オシャンじゃない、これマジでかっこいいと思って、フィギュア買ってよかったなと思ったのの一つがこのコーテーションテープの衣装のクオリティの高さですね。すげえかっこいいなと思って、こういう透明の衣装とか好きなんですよね。で裏にはこういう入れ墨とかもしっかり入ってますね。でこんなテープのファサファサ、まあ1枚ずつの布の質感がすごいいいかと言われれば別にそんなことはないんですが、まあでも普通のフィギュアじゃ再現できない質感はします。さすが3万4000だなっていうぐらいの質感はしてました。高えんだよそんな感じでファサファサさせたりもできますね。でこんな感じでも至るところの塗装とかなんだろうプリントとかも細かくされていまして、ほぼ劇中撮り、ここの部分が破けてるのも劇中撮り、まあ、ただ劇中はもっと派手に破けたけどもそれはサイズ感の問題で仕方がない。でこんな感じで後ろもいい感じに出来上がっております。で足は今回シームレスとかではなくて、硬質のポザイ素材でできてますので、まあそこまで劣化は気にしなくていいかな。色移りは超気にしなきゃですけどね。で靴もめちゃくちゃ派手なんですよ。すごくないですか、これ初めて気づきました僕。劇中そこまで靴に注目してなかったんで、ちょっと次回からハーレークイーンは靴とかも注目して見てみようかなと思いました。ネット風にねもうすぐスースクの新しい方来るらしいので、楽しみですね。でそんな感じで、まあ、ちょっとだけ可動を見ていきたいんですが、すいません、コーテーションテープバージョンのね腕の可動がさっぱりわからなくてですね、コーテーションテープ上からかぶせてると見てください、関節全く見えないんだよね。なので全然稼働わかんないんですが、それは後でちょっと着替えさせた時の写真で見といてください。で今は余ってた手首のビニールを剥がしてます。いやちょっとコーテーションテープねすごいかっこいいんですけど、つけたままだと可動域もわかんないし、ちょっとでも引っ張るとちぎれちゃいそうじゃないですかね、テープの一つや二つ。なのでちょっと動かせなかったです怖くて。足はこんな感じ、まあ90度曲がるんで十分ですよね。ただねこの映画はめちゃくちゃアクションがかっこよかったんで、そういうアクションシーンを再現したいっていうので買おうとするとそんなに再現はできないかなっていったところです。ただまあ足もそれなりに開きますし、膝曲げてね、まあ前とかにもちょっと引き出せたりはするのでこんな感じ。まあそうね、若干動かせるので、ハーレークイーンの映画のね超重厚感のアクションは無理だけどそれなりに動くかなって感じでした。さあ着替えさせるとこんな感じ、警察襲撃で、これがもう残念無念、結構頑張ったんですけど手が痛くなるぐらいまでもうつきませんでした。悲しい、ちょっと残念だけどね。でこんな感じ、結構いい感じでしょ。どっちもかなり印象的なシーンではあるので、序盤とね、一番派手なところ
かっこいい衣装の2つをね、どちらも楽しめるっていうのはめちゃくちゃいいフィギュアじゃないかなと思いました。プレイバリューが広がってますよね。高いですよね。これはね、本当にいいことだと思います。さあ、そんな感じで今回はホットトイズのハーレークイーンを見ていきました。ちょっとね、足のパーツがつかなかったり残念なところはあったんですが、まあ、全体的に見るとめちゃくちゃ満足のできるフィギュアだったんじゃないかなと思います。こう結構肌の露出激しいですし、関節とかもまあ見えちゃってはいるんですけど、コーテーションテープ着せたら見えないし、足の関節前からだと見えにくくなってたりします。そして、足のこう、なんだろう、筋肉感みたいなのもしっかり再現されているので、よくあるさ、この女の人の素材に頭だけつけたみたいなのじゃなくて、ちゃんとこう体までもハーレークイーン入れ墨とかも入ってるしね、がしっかり再現されている素晴らしいフィギュアだと思いました。ハーレークイーンの映画本当見直すと面白かったです。ぜひぜひぜひ見てみてください。あのコロナのせいでね、見てない人多いと思うんですよ。だからめちゃくちゃ面白いし、見たら絶対欲しくなるんで、このハーレークイーンのフィギュアっていうのは、なので、まあぜひぜひこの動画見てよかったなと思った方は買ってみてください。僕は本当に映画を見てその後にこう開封して超満足したので、だってこのクオリティですよ。もうだってほぼ写真じゃん。まあちょっとほら、先ほどもお伝えした通り、 T シャツのこうブカブカ感みたいなものが、重力に負けない柔らかい軽い素材なのでね、ちょっとそういう意味ではそこだけ残念ではあるんですけども、ほんとそれぐらいちょっと肩が上がっちゃう。これもでも着せてったら慣れると思うのでね、ちょっとこう慣らしていってあげたらいいかなと思ってます。で、まあコーテーションテープバージョンなんですが、まあさっきね軽く動画で紹介したので、次は写真でいこうと思います。こんな感じでコーテーションテープバージョンもありまして、まあ素晴らしく写真映えします。こちらの方は本当にこんな感じで、本当ね、ポッて飾ってパッて写真撮っただけでも素晴らしい写真が撮れますので、かなりこうそういう意味では迫力のある、サイズ感としてはもちろん女性なので小さめではあるんですけれども、まあ僕の今ショーケースには少なくとも女性は一人もいないので、ハーレーを飾ってあげれば、まあまさしくこう一点だし、結構花もある目立ついい感じなポップなフィギュアなんじゃないかなとは思いました。まあ僕一時期スーサイドスクワット版、初代の方ですね、あっちのハーレークイーンのホットデーズムービーマスピースも持ってたんですけど、顔がちょっと気に入らない、口すっごい開けてるんですよね。あれはすごいよくできてるんですけど、ちょっと僕はあまり好みじゃなくて、手放してしまったんですね。だけどこのハーレークイーンは割と僕の中でハーレークイーンの決定版、それこそ新しい方のスーサイドスクワットの方、ザ・スースクの方はさ、なんか今のところホットデーズ出るな感じしないじゃないですか。まあ、現状最高傑作のハーレークイーンは僕はこのコーテーションテープバージョンだと思ってます。まあどうせゴールドサラペットバージョンも買ったらそれが最高って言うんでしょうけどね。まあ、なのでまあこれはしばらくねお家に置いておいて、ああかっこいい男の人たちの中に、ああかっこいい女の人がいるなぐらいの感じでね、こう好意点として降臨していただければと思いました。そんな感じで今回ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。バイバイ。